はい、こんにちは。ばあちゃんのルマハラです。はい、今日はですね、こちらのベイブレードバーストのランダムブースターボリューム10。これを4箱追加でゲットしました。アマゾンで購入しましたね。前はこれゲットしたね。そうだね。ロストロンギヌスの赤バージョンだったんだけど、うん、今回レアのクラッシュラグナロク、うん、ぜひ当てたいなと思います。はい。じゃあ早速開けていきましょう。はい。ドン。あ、絶対秋ですよ。ウィニングバルキリー。ああ。おお。色違い、そうですね、うん。クラッシュラグナロク来てください。はい、ダブった。エンペラフォルネスだ。ダブりました。あちゃー、じゃあステッカーなど貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。私が最初に出たのはこちらですね。Z アーキです。フォーデストロイだね、うん、これなかなかかっこいいね。そうだね。エメラルドグリーンの Z アーキです。です。お、僕が出たのがウィニングバルキリー8ガード。そうだね。これはブラックグリーンだね。そうだね。これもかっこいいね。うん、はい、私の2つ目はこちらですね。エンペラーフォルネスセブンゼータですね。うん、ゼータはあの3つのモードに変形できるドライバーだね。はい、はい、バランスタイプだ。そうだね。白いエンペラーフォルネスだね。うん、これ結構強いベイだからさ。確かにね。うん、だから良かったかも。うん、そして僕の2箱目で出たのはロストロンギヌス 2D1 マーチで。そうだね。これはもう完全に被っちゃいましたね。うん、だからシール貼りませんでした。そうだね。赤いロストロンギヌスです。はい、じゃあ早速対決していきましょう。はい、私はこの Z アーキレス4デストロイでシンクと対決します。はい、僕はビニングバリキリー8ガードでいきます。はい、 C2-1 ゴーシャー、いけー、それでゴーシャー、 C2-1 ゴーシャー、いけー、よし、あらららら、今度は逆に C2-1 ゴーシャー、ごめん、ちょっとフライングしちゃった。あー、そして体力を使ってしまう。さあ、アウチ、よし、アウチ。はい、続いて私はエンペラフォルネスセブンゼータのアタックモードにします。はい、アタックモード。僕はロストロンギネス 2D1 マージでいきます。はい、 C2-1 ゴーシャー、よし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 、C2-1 ゴーシャー、あー、3、2、1、ゴーシャー、いけ、いいね、いいね、お、お、いいね、いいよ、この音、キンキンキン、いけるっしょ、回転上がってるよ、よいしょ。じゃあエイジン君が出たベイ借ります。ロストロンギヌス 2D1 マージでいきます。はい、パパのベイを借ります。デッドアーキレス4デストロイでいきます。はい、C2-1 ゴーシャー、よし、バーストされた。 C2-1 ゴーシャー、低速気味に打った。はい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 、別のものを言わない言わない。ロストロンギヌス、イエーイ、負けちゃった。 C2-1 ゴーシャー、よし、よっしゃー。はい、じゃあ私はエイシン君から借りたウィニングバルキリー8ガードでいきます。はい、僕はパパから借りたエンペラーフォルネス7ゼータでいきます。 C2-1 ゴーシャー、スタミナモードにします。スタミナに変えた。だけど動きがアタックっぽい。お、お、いいよいいよ。あ、でもウィニングバルキリーちょっと、あ、ちょっと、あ、ダメだった。 C2-1 ゴーシャー、ディフェンスタイプ、オッケー、オッケー。あー、惜しかった。追い出せばよかったのに。あー、やばい。これではダメだ。よし。あー、バーストしちゃった。3、2、1、ゴーシャー。あー、振り回すと。うんさい。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム10。はい、ということで今日の動画がもしよかったら気に入ってよっしゃいと思ったからぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。はい、ということでクラッシュラグナルク出ませんでしたけれども、うん、実はですねもう4箱買ってあるのでそっちでリベンジしましょう。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。